金蓮花を使ったサラダ金蓮花は南米原産のノーゼンハレンカの一年草。別名をノーゼンハレンとも言う。美しい花を干渉するためや、形容や花をハーブとして食用にするために栽培される。学名はトロピオロムモジュス。二つの和名は黄色や大体色の花がノーゼンカズラに似て、葉はハスに似ることから付けられた。 ナスタチウムとも呼ばれるが、この名は、正式には、オランダ柄種族を指す学名であって、似た味を持つために転用された通称である。アンデス山脈などの熱帯高地原産のため25度を超える暑さに弱く、寒さにも強くはない。葉はハスなどに似て、円形で、中央付近に傭兵がつく。花は、左右創小、花弁が五枚あり、後ろに細長いロート状の巨があって、 ここに蜜がたまる。牡期は5月から11月頃と長く、果色はオレンジ、黄、赤、ピンク色など暖色系が中心。脂肪は三芯側からなり、果実は文化で三個に分かれ、各一個の種子を含む。花や若葉はサラダなどに入れて食用にでき、わずかにクレソンを思わせる辛味がある。また未熟の種子を塩漬けにして、ケッパーの代わりに使うこともある。 近年家族には中南米原産の約80種の総本があり、花を干渉するために T ペレグリナム、T スペシーオサムなどが栽培される。T チューバローサムは芋を食用とするために栽培され、アンデス地方の一部ではマシュアと呼ばれる重要な作物である。ありがとうございます。